はい、おはようございます。2015年8月7日金曜日の放送を始めてまいりたいと思うんですけどね。今日はですね、ブルース・モーエンさん、ちょっと今日見てる方お得なんですけど、ブルース・モーエンさんのレベル2の死後探索コースの中で、あ、まあ、死後探索コースじゃない、ブルース・モーエンさんのワークショップがあるんですけど、今週から来日されていて、今日来日されててね、まあ、今日もあるんですけど、今日は実はね、場所がですね、どこだっけ？絶対書いてあるんだけどな。これだ、あった。五反田アリエル会議室アネックス、というところでですね、ブルース・モエンさんと坂本正道さんのですね、コラボレーションセミナーというのが実は今日あります。参加費は5000円なんですけど、どなたでも参加できますので、もしよかったらね、来ていただけばいいんですが、公演としてはね、一部がブルース・モーエンさん、二部が、まあ、坂本正道さん、ピラミッド化構造物が関与した特異な非接触効果の発見という、ね、講演をされますね。で、ブルース・モーエンさんはちょっとわからないんですが、まあ、そういうふうになってます。坂本正道さんはそういうような、タイトルになっておりますね。で、その後にお二人のディスカッションがあるという、ちょっとお得な、ね、6時半から9時前で、ちょっと長めで、ちょっとお得なやつなんですけどね、まあ、ぜひ、トライしていただければと思うんですけども、よかったらですね、私も会場にいますのでね。はい、ということで、今日はですね、ブルース・モーエンさんの、レベル2の、今回ね、来日されて、すいません、いっぱいで、後から言ってて、来日されて、レベル1、レベル2、レベル3と今回、やられるんですね。で、そういうところがありますので、まあ、それもね、ご興味ありましたら、参加いただければと思うんですけどね。これは、全部、品川ホテルの U ポートで、まあ、品川というか、五反田ですよね。U ポートで行われますのでね。ご興味ある方は、ブルース・モーエン、トレーナー協会の方のね、ホームページを見ていただけたらいいと思うんですけどね。まあ、BM トレーナー協会でね、検索すると出てくると思いますね。まあ、今からちょっと、ホームページちょっと貼っときますけどね。今、生で見てらっしゃる方にはね。はい。ということで、こちらですね。はい。ということで、行ってみたいと思います。これね、まあ、これいくら19万ぐらいかな、メソ参加するとかかるんですけどね。まあ、そういう、まあ、感じなんですけど、まあ、ちょっとそこの美味しいとこちょっとピックアップさせていただきたいなということで、ちょっと放送させていただきます。はい、じゃあちょっと、見ていただければと思います。それでは、映像の方行ってみたいと思います。お、どっか行っちゃったな。あ、もうプレイリストがどっか行ってる。あ、ここじゃないんだ、こっちだ。すみません、ちょっと今止まりましたね。ちょっとすみません。今ね、入れようとしたんですけど、すみません。慎重に行くか。なんかサインかもしれないからね。じゃあちょっとね、どうしよう。この方法はダメ？これなんでダメなんだろうね。エラーになっちゃうのかな。ちょっとこれ理由はちょっとわからないんですけど。よいしょ、困ったな。ね。もう一回ちょっとやってみて。よいしょ。せっかくちょっとね、やった。ちょっと待ってくださいね。ちょっと行っちゃうかね。はい。じゃあ、ちょっと先に行きます。
システムがちょっと、すいません、システムがね、ちょっと、動いてくんないですね、ちゃんと。ちょっと待ってくださいね。困ったね。じゃあ、ちょっと、違う方法でお送りします。よいしょ。じゃあね、こうやってやればいいかな。ちょっと合成になりますが、いきますね。よいしょ。いやー、申し訳ない。いやー、申し訳すみません、私だけ出ててね、ずっとね、すいませんね。はい、じゃあいけるかな？はい。You might send copy of your notes to all of your partners on email. もしも今日ワークショップ終了後にパートナー探索を皆さんの間でやりたいと思った場合は、その場合は離れていますので、メールでやり取りをする形にしてもいいんです。Regardless of how it is that you share and compare your notes, what you're looking for is your own experience described in the notes of your partners. 比較の仕方はどのような形でもいいんですけれども、探しているものは何かと言いますと、自分の経験が相手のメモの中にあるかどうかという点です。So, why would we want to use partner exploring? ではなぜこれをするか。I'm glad you asked that question. 聞いてくれてありがとうございます。はい、ちょっと解説入れますね。これはパートナー探索というね、意識で、あるエリアを見に行くんですけど、そこでこう何人もの人と同時に行くんですね。でそこで情報をこう共有し合ってですね、みんなで探す、同じ一つのものを探すっていう方法ですね。それを今日はやってるところなんですけどね、それをちょっとお送りいたします。In level one, you learn to explore as an individual person. レベル1では個人で探索しましたよね。And that provides limited opportunities for verification. それですと裏付けには制限があるんです。And recall that verification is important because if you gather some information
in your non-physical exploration that is verified, if you accept that as real, verified information, you're in the process of removing old beliefs and the effects of beliefs and opening your perception. 皆さん思い出していただきたいんですけれども、裏付け、検証の大切さというのは、その自分の経験したことが本当だと分かったときにそれが検証されますよね。それによって自分の信念が変わるので、とっても大切なのです。And so exploring as an individual using your level 1 training, the millennial opportunities you have for verification are either from exploring to visit with someone who's known to be deceased, as you did in the special message exercise. 特別レベル1でのやり方としては個人で探索を出かけるわけなんですけれども、昨日やったみたいに特別のメッセージをもらうというエクササイズの方法、それがありますね。And so if you have had a visit with someone who has died and you get information from them,And then sit for the person who knew this deceased person, they can offer perhaps some verification of your information. なので昨日やったみたいに亡くなった人のところを訪れて、そしてその方を知っていた人と後で裏付け、検証することによって自分の経験したことが本当だということが検証できます。Perhaps in an ordinary retrieval you might.You might gather information that's verifiable even if the deceased person is not previously known. もしかして普通のリトリーバルでは皆さんが出かけてそして経験したことの裏付けがその人を知らない場合でも取れることもあると思うんです。There are a number of examples of this. いくつか例がありますけれども。For example, several years ago, there was about a two-hour version of the level one workshop, just an introductory level workshop. 多分あると思うんですけど、2時間ぐらいの紹介編、短いレベル1のものが紹介されている録音の記録みたいなのがありますよね。ありますか？ This workshop is here in Japan. これは日本で撮ったワークショップなんですけれども。As a recording?As a recording, do you know you're talking about? It was an introductory level workshop. 初級編みたいので2時間のものが。So I gave it a short. You said the one that you did it 四つ屋? Yes, the diamond. Yes, ダイヤモンドのところなので四つ屋ですね。It's a DVD. You talk about DVD. そうかもしれないですね。雪乃ちゃんが持っている DVD です。It's on that DVD. DVD に録音されていると思うんですけれども。But for me, the important part was that a young woman who did a retrieval in that workshop had quite a bit of information about the man that she had retrieved.I helped her just guide her to someone and she retrieved the man. あのワークショップで私にとって大事なのは、その時の女性はリトリーバルした男性についてのかなり詳細な記録があったんですね。She retrieved a Japanese fighter pilot from World War II. 日本人の軍隊の人で第二次世界大戦中に亡くなった方だったんです。As I recall,Diving on a ship, and an American fighter plane shot him out of the sky, but he didn't realize that. 特攻隊の人だったんですけれども、こう向かっている最中にアメリカ側から撃ち落とされたんですが、それには気づかなかったんです。Well, she had his name, she had the village in which he was born, the village in which he was raised, knew about his family.名前もありましたし、生まれた町、それから育った町、そして家族が。What did you say to us? We had the village of the name. And she knew about his family. 家族のことについても情報があったんです。She knew that he was, his base was in Okinawa. そして沖縄に基地があったことも知っていました。She had a number of pieces of information, including the number 18, which
she didn't understand the meaning. いろいろな情報の中に18っていう数字も含まれていたんですね。それについては意味は分からなかったんです。With all the information, she went to Google when she got home and she found the man. そしてこれらの情報をもとに Google で検索しましたら、その男性を発見することができたんです。And sure enough, the number 18 was his squadron number. His number. Squadron number, the number of he was in on. Or his base number. His base had a number of squadrons, groups of pilots. そして18っていうのが分かったことは、その自分の所属する部隊の番号が18番だったんです。So she had a lot of information that was verified. And using a regular level 1 method of retrieval, she was able to get verifiable information. なので数多くの情報が検証されたわけなんですけれども、これらはすべてレベル1の訓練だけでできることだったんです。One of the reasons to use partner exploring is that for some things you might be able to gather information, but there's no one here you can get any verification from. パートナー探索をやる主なメリットというのは、レベル1では個人で行きますよね。なので検証ができないことが多いんです。For example, maybe you, as a group, want to explore whether heavens or hells exist. 例えばグループで天国とか地獄というのはあるのかっていうのを探索に行きたいとしますよね。If you go as an individual and gather information, who can you come back to get any of it verified?もしそれを個人で出かけて探索した場合、どのようにして裏付けて取れますか？ If you go to the Lutheran church I was raised in, you'll get one story about what heaven is like. If you go to the Catholic Pope, you'll get another story. If you go to the Baptist, you'll get another story. 例えば私が生まれ育った信じていたルター教の教会に行ったら、天国とはこういうものだ。そしてカトリック教の教皇のところに行ったらまた別の説、そしてバプティズムの方の教会に行ったらまた別の説がありますよね。So if you want to know about heavens and hells, there's no one here that can serve as an authority to verify what you discover. なので天国とか地獄について探検しようと思ったときに、それを決める権威の人がいないわけです。That's one of the strong points of partnered exploring. パートナー探索の強みというのはここにあります。If five of you all go to explore to find out about hells. 例えば5人でまとまって地獄に探索に行ったとしましょう。You each separately make your notes of the experience. 皆さんそれぞれに自分のメモを取ります。And after making notes, you read all the notes of all of your partners. そしてシェアリングでそれぞれのノートを見比べます。If they all describe exactly the same experience with exactly the same information, you have some verification that what you explored is real. 皆さん全部が同じことを言った場合は、いくらかそれが本当だったという検証になりませんか？So partnered exploring can offer a way to get verification on topics that you could not normally get any verification with. なのでパートナー探索の手法を使えば、普段だったら検証できないような事例も検証することができるのです。And because of this, partnered exploring offers a technique that greatly accelerates the pace of your own development of your perceptual skills.また自分の知覚の拡大、能力の拡大につながっていく非常に有効なスキルを提供します。Because you can get immediate verification from your partners. なぜかというと、すぐに仲間から裏付けが得られるからです。And again, remember, it's the step of verifying the information that may cause you to have to accept your experience as real.Which further removes beliefs that block and distort and color your perception, which makes your perception more clear.
皆さん覚えててほしいんですけれども検証が得られることによって自分が経験したことを本当だったんだと受け入れざるを得なくなりますよね。そうすることによってそれを阻んでいる信念の方がそぎ落とされる削ぎ落とされることによってそしてさらなる近くの拡大につながっていきます。パーティファインも offers what I might call a better big picture understanding of what you're exploring。 そしてパートナー探索のもう一つの利点は自分が探索していることのより全体像がつかみやすくなるのです。 And by that I mean if we have five different peopleEach person has their own perspective, their own previous events, previous ideas, previous thoughts, or their interpreter to select from. どういうことかと言いますと、それぞれの方たちのそれぞれの独自の視点があります。で、その視点というのはそれまでの経験によって色づけられている視点なんですけれども。And so you have five different perspectives, all viewing the same information.It can give a lot clearer picture and a larger understanding of more of this what you're exploring. ということは、5人の違った角度からの見方によって同じものを見ることによって、またその全体が分かりやすくなります。Now, some of the more interesting ways that partner exploring has been used in the past. One of these is an example is a group of psychotherapists in Germany. もう一つちょっと変わった。パートナー探索の使用法をお話ししたいと思います。それはドイツの精神科医たちのグループでのやり方なんです。そのワークショップに参加した精神科医のグループの人たちは3、4人で集まって特定のクライアントさんに対してどのようにしたらいいかということを探索に行くようになりました。Get some ideas about what the causes were for their client's problem and the sorts of treatments they might use. そしてそのグループの精神科医のグループの人たちは、フォーカス27にある健康回復センターにみんなで行くんですね、非物質的に。そしてそこでその特定のクライアントさんのその疾患に対する原因、そして治療法、それらの情報を集めてくるんです。At first, they only did this with very difficult clients who they had essentially tried everything else they could think of, and so they would do a partnered exploration for that client. 最初のうちはすごく難しいクライアントさんだけに対して、もうあらゆることをやってもうまくいかない、そういうような時に行くようにしていました。That has now evolved into at least one of those people, a man named.Psychotherapist who now regularly uses helpers and the kind of exploration techniques we're teaching with his clients. 最初はそのような難しい方たちに対してしかやってなかったんですけれども、その精神科医の中のウルフガンという人は少なくとももうもっと進化させて定期的にクライアントさんとそのフォーカス27に行くようにしてその自分の治療セラピーの中に取り入れるようになっています。 And again, because the verifications can come from the group, you can explore things that things like other planets. 裏付けはグループで得られますので、例えばなんですけれども他の惑星、そういったところも探索できるんです。Other solar systems, other species. 他の太陽系とか、あと他の種族とか、そういうこともできます。You can explore historical figures who died years and years and years ago. もう何年も前に亡くなった歴史上の人物とか、そういったことも探索に行けます。You could put together a group of explorers to explore how the pyramids were built.
またピラミッドがどのように建築されたかとかそういうことも探索に行けます。There are just so many things that open to exploration by using this technique because you have partners who can verify your information. もうこのやり方にはもう限りない可能性があるんですよね。パートナーが裏付けをしてくれますので。So, to talk again just a little bit about verification and why that's important.あと裏付け、検証、そしてなんでそれが大事かについてもう少しお話しします。 Verification helps you to determine what's real and what's not. 検証することによって何が本当で何が本当でないか、ファンタジーだったのかが分かります。 Since all these things we explore occur within our imagination. なぜかというとこれらは全て私たちの想像力の中で起こっていますよね。We know that it's difficult or impossible to tell what's real and what's fantasy during the experience. 探索中に何が本当で何が空想だったのかは発見することは極めて困難なんです。But after the experience, comparing the information with your partners, you may get verification of what you have found. でも経験後に皆さんでノートを見比べることによって裏付け、検証を得ることができます。And as I've said before, it's that verification that's important for removing the effects of beliefs and expectations, clearing and opening perception. 繰り返しになりますけれども、裏付けはとても大事。それは信念を取り除くことにつながるからなんです。So if verification is so important, what are some of the ways that it's done in partner exploring? ではそのやり方についてお話ししたいと思います。すみません、配布資料を用意してあるんですけど、I have some handouts. Should I give them up now? Sure. どうぞお配りになりますか？ Are they for the exercise? エクササイズ用のですか？違う。No.The handout you're about to receive is going to cover some of what I have in my outline to speak about.配布資料には私が今お話ししようと思っていた部分が含まれています。一部含まれています。なぜ配布するかというとレクチャーとしては非常につまらない部分なんです。でも非常にパートナー探索に関する基本的な内容で大事なんですね。So I'll just kind of read off some of the major topics. I'm not going to go through all that at the moment. It talks about how to find partners. 主要トピックだけちょっと読み上げますね。全部は言いませんけれども。And how to select a target. そしてターゲットの選び方。Target being the thing that you're going to explore. ターゲットっていうのは探索する目標ですね。How to carry out the exploration. 探索の続け方。ノートの取り方も含んでますか？書いてあってもなくても話しますけどね。そしてノートの比べ方。裏がありますね。そしたらありますか？ Yes. Yes, how to compare. そして検証の仕方、それも載ってますか？ Yes, Skype, email, Skype, or direct exposure.
Administrative details. So, I've already spoken, I guess, quite a bit about how verifications are accomplished. 検証の仕方について、ね、今までもちょっとお話ししてますね。パートナーとノートを比較するということです。You can think of it like needing two witnesses to be able to verify that the information is correct. The same sort of thing the police might do.警察と同じように思ってください。二人の証人が必要なんです。あることが本当だということを決めるために。And the other issue for us has to do with our interpreter. もう一つの問題は私たちの解釈者に関わる問題なんです。Recall that each of us utilize these components of consciousness, one we call the perceiver, one we call the interpreter. もう一回ちょっと復習になるんですけれども、私たちはそれぞれ意識の中で視覚者というものと解釈者というものがあります。But the perceiver is one that brings information in at a subconscious level. The interpreter then grabs the nearest similar thing from the existing memory and brings that to our awareness.無意識レベルで知覚者というのは情報を私たちに絶え間なく提供しているんですね。そして解釈者というのは私たちの既存今までの経験に基づいた中から最も近いものを記憶としてそこに引き寄せてくるんです。Because each of us have our own previous experience, each of us have our own interpreter.そして私たちはそれぞれ特有の経験を持っているわけなので、それぞれに独自の解釈者というものを持っています。And one of the important parts of this level 2 workshop is to begin to understand more about your interpreter and how it works. レベル2では皆さんの解釈者がどのように機能するか、それについての理解を深めていただきたいと思います。There's an experiment that's done in a lot of college psychology department classrooms that kind of shows the effect of the interpreter. よく大学で心理学科などで行われる実験があるんですけれども。A professor might be doing a lecture in front of 150 students. この大学教授が150人ぐらいの生徒の前である実験をレクチャーをしていたとします。Suddenly the door bursts open and the man runs in. Maybe grabs the professor's briefcase and runs out. 大学教授のカバンを持ち去っていったとしますよね。And then typically the professor will play along as if this is a real robbery.そして大学教授はまるでこれが本当の泥棒にあったかのように一緒に続けるんですけれども。And I'll ask the students to describe the robber. そして生徒たちに今見たその泥棒はどんな人だったってことを聞くんです。Now they all saw the same person come in the same room, take the same thing and leave.でみんな見ているものは一緒なんですね。同じ人物が同じ部屋に入ってきて、そして去るのを見ているわけです。But if you've ever taken part in such a thing, what you discover is one person will say, well, it was a short, fat man. でも皆さんそういうことを経験したら分かると思うんですけれども、一人の人は背が低くてちょっと太った人だったよって言います。Person sitting right next to him might say, well, no, 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 it was a very tall, thin man. でも横の隣の人は、いやいや、背は高くて細かったんじゃないって言うんです。Some will say, oh, he was wearing a gray hat, a gray fedora. そしてその次の人は、灰色のグレーの帽子をかぶっていたっていうふうに言います。Someone else will say, no, it wasn't wearing a hat, he had gray hair. でもその横の人は、いやいや帽子じゃなくて髪の毛が灰色だったんじゃないって言うんです。 Even though they are eyewitnesses to the same crime, their stories are completely different.
同じ鍵盤を目撃していてもそれぞれ話は違うんですね。And so someone, you know, if the police come in then to try to get some clues about who did this crime, they have all these different stories. It was a short, fat man, a tall, thin man, he had gray hair, he was wearing a hat, he had a coat, just all sorts of different stories about what this person looked like.ですので警察が入ってきて検証しようとしますといろいろな話があるんですよね。背が低くて太ちょだったとか痩せてて細かったとかいろいろこういう人がいます。そして警察ができることというと一人一人話を全部聞いてその中での類似項、共通項を探していくという作業になるんです。 Yeah, maybe almost everybody said it was a man, whether it was tall or short or thin or fat. Almost everyone said it was a man, so the policeman might say, well, it's a pretty good chance it's a man. That's a similarity between the stories. もしかして体格がどんなものであっても全員に共通していたのは男性だったということかもしれないですよね。そしたら警察は、まあ、そしたら男性の可能性、確率が高いなということに結論付けます。And after going through all the witness stories, hopefully the police have enough similarities and enough of the witnesses to be able to get some kind of picture of who this criminal might be. そしてその結果、もしかして十分な共通項があればどのような人物かっていうおぼろげなイメージが浮かび上がるのです。パートナー探索では泥棒はしないですけど同じようなことをするんです。5 or 6 of you may go to explore a particular thing. When you come back, you've all written your own notes and you all look at your notes and think,Were we even in the same place? None of these stories seem to be the same at all. 5-6 人で探索に同じところに行くんですけれども、ノート見比べたときに、あれ、同じところに行ったはずなのに、随分と似てないなというふうになるんです。Because each of us has our own interpreter. それはなぜかというと、私たちはそれぞれ解釈者がいるからです。Each of us will perceive the events a little differently.それぞれが少しずつ違った見方で知覚するのです。そして警察と一緒でそれらの全部の中から情報を精査して類似項、共通項を見出さないといけないのです。And?Perhaps from the similarities in each account, you can begin to understand more about what it is you've been exploring. そして、類似項を見出したときに何があったかということがより鮮明になってきます。より鮮明な像が浮かび上がります。So, we'll be talking more about how we do this sifting of the evidence and looking for similarities.情報の精査についてはまた後ほどお話ししますね。私がページをめくるとおそらく皆さんの配布資料と同じだと思うんですけれども。パートナーの見つけ方について書かれていますか？その仲間の見つけ方はこのワークショップ内でもいいですし他の過去のワークショップでのつながりでもいいんですけれども、ではちょっと時間かけて皆さん読んでみましょうか。ちょっと数分かけて読んで質問があったらおっしゃってください。
point as you're reading you have a question, raise your hand and let's talk about it right then. So you might say, what do you mean by that? それってどういう意味とかそういうのでもいいんですよ。というところを探索するエクササイズになるわけなんですけれども、そしてセッションのタイミング3番のところですね、それについてもちょっとお話しします。When I first began teaching this technique, it was with just a few people that I knew.この手法を始めた時は本当に知り合い数人で行っていたんです。質問のリストを作って、それから日時を決めて、その日にやりましょうっていうふうに決めるんです。We thought that was necessary.というのは、そういうふうにした方がそれが必要だと思っていたんです。 And the routine was that we typically would begin our session about 9 o'clock on a, say, Thursday night. で、よくやってたことなんですけれども、例えば木曜日の夜9時にセッションをしようというふうに決めたんですね。 And so by email, we would all agree, okay, Thursday night, 9 o'clock.そしてメールでそのように取り決めをしました。After the session, everyone would type their notes into an email and email that off to all the other partners. そして木曜の夜に探索を終わった人は各自自分でその記録をメールにして他の仲間と共有したんです。And the rule that we had was you were not allowed to look at anyone else's notes until you had emailed your own notes. そして取り決めしていたのは、自分の記録をメールした後でないと他の人の記録を読まないようにしようというものだったんです。Well, from one of our sessions that was scheduled for a Thursday night at 9 o'clock, we always had a title for the session. Maybe it was...Explore heaven or explore Mars or whatever the title was. で、ある時、
その木曜夜9時の探索の時にいつもこうテーマを決めていたわけなんですけれども、例えば天国を探索するとか火星に行くとかそういうふうに決めていたんですね。We would use that in the title box for the email just so we can keep track of which session the note was for. で、それをその見出しタイトルにしていたわけなんですね。自分のその記録のメールを送る記録の。Well, one person in the group became confused and actually did the session on Wednesday night at 9 o'clock instead of Thursday. でもその仲間の一人がちょっと混乱してしまいまして、木曜日の夜9時ではなくて水曜日の9時に探索に行っちゃったんです。 And so all of us received this email with the correct title for the session that would be tomorrow from this person on Wednesday instead of Thursday. なのでその木曜日にみんなで行うはずの探索の記録ノートをすでにその方は水曜日に行ってしまったので、先に水曜日の夜に届いてしまったんです。So we didn't open that email. We waited until Thursday night. We did the session, and then we read this person's notes. 私たちはそれは見ないで、そして予定通り木曜日の夜にその探索をして、その後水曜日に行ってしまった人のノートを見たんです。And it was clear that all of us had done the session together. そして明快になったのは、みんな仲間うちで全部同じところを一緒に行ったんだということだったんです。Because in our notes we would put things like, if I arrived at the meeting place first, I would have gone. If I arrived at the meeting place, and then Denise arrived second, and Rosalie came in third, and so and so came in, and that person in their notes had the order of arrival correct.どんなことをノートに書くかというと、例えばミーティングプレイスにブルースが一番最初に到着して、次にデニースがついて、次にローザリーが3番目についたということを書くわけなんですけれども、その方もその順番が全部正確に書けていたんです。 And all throughout the notes it was obvious this person had, even though they had done the session a day before, they were with all the rest of us the day later. でもその方のノートを見ると、もうすべてが詳細にわたって、まるで一緒に行っていたかの次の日に行っていた人と全く一緒だったんです。なので一緒に行ったということが明確になりました。 I don't think any of us really knew how that happened. 私たちの中でそれがどうやって起こったのかが分かる人は誰もいませんでした。 But after that we were a lot less diligent about trying to start exactly the same time on the same day because it turned out to be unnecessary. でもそれ以来同じ日時でやることに対してそれほど執着しなくなってしまったんですよね。 Now, when you first begin doing partner exploring sessions, I suggest that you do have such a schedule and that you do all try to get started about the same time on the same day just because it's easier to believe that what you're doing is real.でも皆さんやり始めの時はぜひ日時を決めて一緒に取り組みましょうね。その方が自分がそれが本当だと、本当に体験していることだと信じやすいからなんですけれども、 Well, you may in your experience there's something happened that shows you that time doesn't work exactly the way you think it does.でもそのうちに時間、時っていうのは自分たちが思っているようには作用してないんだなということが徐々に分かってくると思います。 Have you had time to read the section on how to make notes about your section? Anyone not finished reading the how to make notes? セッションの記録の仕方っていうところ T のところですね、裏面の、そこまだ目を通されてない方いらっしゃいますか？
what I want to emphasize from this session has to do with making tape-recorded notes. その 強調したいのは こういう 録音機を使うレコーダーを使うノートの取り方なんですね。 I guess that just shows my age because there aren't any tape recorders anymore. They're just digital recorders. まあちょっと年齢的なものでもテープレコーダーというものはないですよね。皆さんお持ちじゃないですね。こういうデジタルなレコーダーしかないですね。 Something that we can't do here because if we use recorders here during our sessions, everyone would be talking and be too distracted. まあここではちょっとそのやり方はできないんですよね。なぜかというと皆さんでこう小声で言ってしまうとちょっと気が散ってしまいますから。 But if you're part of a group and you were at home in your own home and everyone else is in their home, you can use a recorder. でもグループで共同探索するときにそれぞれ自宅にいた場合はそれぞれでリコーダーを使いますね。 It's an excellent way to make notes of whether it's partnered exploration or others. Excellent way to make notes. ボイスレコーダーを使うノートの取り方というのは素晴らしい方法なんです。Because you can either set the recorder up so that it turns itself on when you start talking and it turns itself off. 自動的に話し始めるときに作動して、そして話し終わると止まるっていうふうにしてもいいですし、Or you can let it record continuously. あるいはずっとつけっぱなしでもいいと思うんです。Well, the advantage of having the recorder voice activated really comes in when you're ready to type your notes. 声が出たときに作動する方法の利点としては、実際にそれを記録に取る、書き出すときに役立つんですね。Because as you're in the experience, anytime you perceive something, you can just say it out loud. The recorder turns on, records it, and turns off. 体験中はその何かが見えて自覚できたときは、そのときに声を発して、リコーダーは自動的に作動しますよね。And so on my recorder, I'm arriving at the meeting place, and Rosalie is already here, and she's standing by the crystal. 例えばなんですけど、私はミーティングプレイスに到着すると、ロザリーはすでにいて、クリスタルのそばに立っているということを録音できます。It might be several minutes before anything else happens. そして次に何かが起こるまでに数分間経過することもあるんです。Very much time the recorder has turned itself off. そしてリコーダーはその間は自動的に止まっています。Maybe the next thing I say is, Denise and Tony just arrived, and they are together, and they came in on my left. 私がもしかして、デニースとトニーが現れて、私の左側に来たということを次に吹き込むかもしれません。そして自動的に切れて。And so when I'm ready to type my notes, I don't have to wait for all the unrecorded time to go by as I'm typing my notes. そしてメモを文字起こしするときにその沈黙の間数分間あるわけなんですけれども、その間を待たなくて済むんですよね。 And the sort of things I just said are the kind of level of detail that I would like to see you as much detail as Denise and Tony came on my left. That can turn out to be something that both Denise and Tony say that Bruce was already there and we came in on his left. It's a verifiable piece of information. で、ところで皆さん、今言った情報のレベルで皆さん記録を取っていただきたいんですよ。例えばブルースとトニーが入ってきて私の横に来たっていうことが後になって、トニーとデニースが先にいたっていうふうに言った場合、それが裏付けになりますよね。検証の機会になるわけですから、そのぐらい詳細に書き留めてほしいんです。Immediate verification of pretty small details.
これを行う目的の一つは知覚の拡大のペースを促進するためにありますので、こういった詳細のディテール、詳細が裏付けが取れるということは知覚の拡大につながります。Found that she didn't like to have the voice activated before. She wanted it to record continuously. Rosalie は私のこのパートナー探索を一緒に作り上げてくれた最初の仲間なんですね。で、彼女は私の、まあ、ネズミ、実験台のネズミみたいなもんなんですけれども、彼女はこの録音リコーダーのやり方は嫌だったんです。And I agree with her reasoning for doing that. で、彼女の理由もわかるんですね。Because she said, I know the recorder is running, and that makes me want to say something out loud quite often. ボイスレコーダーが作動していることが気になって、割と頻繁に何かを言わないといけないというふうにプレッシャーを感じるんです。And so, it's more like hearing the play-by-play broadcast of the baseball game.You get all the details, a lot of details about what's going on because you're sort of giving yourself good reason to make a comment and then perceive something and make another comment and perceive something and keep doing it. まるで野球の中継を聞いているような感じになるんですね。その作動していることがあるので、それを声に出す良い理由になるわけなんです。It helps to capture more detail of your experience.そしてより詳細に情報をキャッチする、察知するきっかけにもなるんです。 And it also helps with the balance between interpreter and perceiver. 視覚者と解釈者のバランスをうまく取るのにも役に立ちます。 Remember in level 1 you learned that sometimes if you let yourself continue to make commentsYou lose your balance on the side of the interpreter and you're no longer connected with the experience, you're just talking to yourself. レベル1でお話ししたように、もし解釈者側にバランスを崩してしまうと、もう独り言がどんどん続いてしまって、もうもはやその視覚の情報とつながりが切れてしまうということをお話ししましたよね。Or if you work really, really hard at stopping talking to yourself, you may click out and fall off balance on it.一方で解釈しないようにすごく頑張ってしまうとクリックアウトしてしまう。知覚ばっかりすると記憶に留められなくてクリックアウトしてしまうというお話をしましたよね。If the recorder is recording continuously and you are making a comment and then being quiet to observe, for example, I've just arrived to the meeting place and I've said that and stopped talking. In essence, I've turned off the interpreter. And now I'm willing to perceive whatever is next. ボイスレコーダーを常に作動させておくと、もし例えば今ミーティングプレイスに行って次に誰か現れるのを待っているということを一言吹き込みますね。そしてそのまま黙る。黙るということは本質的に解釈者を切り落としたということになるわけです。そして知覚を続けて何かに気づいて、あ、ロザリーがクリスタルの向こう側にいるということをもう一回気づいて、それを吹き込む。そしてまた黙り込む。切り替えますので、ね、ちょっと追加でいきます。はい。よいしょ。先生がね、間に合わないと思う。そして黙るということは、次に何が現れるかというのを知覚する意図を持っていることになるんですね。So,
letting the recorder run continuously can be an excellent way to help learn the balance between interpreter and receiver. Because as long as it's running, you want to make some comment and then be quiet, and then make some comment and then be quiet. That begins to help get that balance. ボイスレコーダーを常に作動させておくときのメリットっていうのは、視覚者と解釈者のバランスをうまく利用することにもなりますので、というのは作動していますので、何かのコメントをせざるを得ないですよね。で、コメントして黙る、コメントして黙るというふうにすればいいんです。And he gives lots of detail. そして、詳細にわたって記録ができます。And it is important, I think, to try to document everything that happens, right down to the level of who arrived first, and when you arrived, and what you did next, and what they did, just like the announcer for a baseball game on television. 詳細に記録するというのはすっごく大事で、本当にどこまで書くかというと、最初に誰が現れて、次に誰が現れて、その横に誰がいてと、そのレベルまでの記録ということなんですね。で、本当に野球中継、テレビ中継とかラジオ中継、そのものをちょっと思い起こしてほしいんです。Any questions about using the recorder as a way of documenting your experience?ボイスレコーダーの記録の方法について何か質問ありますか？ロザリーは連続してボイスレコーダーを使うことが良かったんです。この作動しては止まるっていうのが嫌だったんですって。ごめんなさい、通訳はちょっと間違えました。Rosalie's case it was because she was actually using a little cassette tape recorder. ロザリーの場合は何でかというとテープレコーダーを使ってたからなんですね。And with the cassette recorder, when you start talking, the tape has to go from being not moving to coming up to speed. So as you start talking, when you listen to it, it goes rap, and then it starts talking. She didn't like that noise. テープレコーダーの場合は始める、作動し始めはちょっとゆっくりなんですよね。それで毎回そのわーってこうなってしまうので、その音が嫌だったわけです。Digital recorders typically have a buffer built in so that when you start talking, it goes back to a second or two before you started and records what's in the buffer. でもデジタルの場合はバッファーが機能が中に入ってますので、録音開始する 2、3秒前に遡ってもう記録することが可能なんです。So you don't hear that sound, the tape not coming at speed. なので録音がこうその速度を速めないといけないという感じの音は聞こえないんです。 では質問なさそうですね。 ノートの比較の仕方。これはご自分で探索するときに役に立つ資料だと思うんです。メールでのやり取りについてはお話ししましたね。で、経験の前にはノートを見ない、メールを見ないということを言いましたね。And typically what we would do then is after I've read my partner's notes in each email from each one, if I had some similarities in my experience, then I would send them an email back saying, oh yes, I see that in my notes it says that you arrived on my left with Tony. That's the same as in mine. Compare notes and look at those similarities.
でメールが届いたらその人と自分の経験と比べてあここは似ていたと似ていましたっていうのをフィードバックするんです。またメールで返事をします。すごく少人数のグループでしたら電話でもできますね。When we first began using this technique was before there were things like Skype conference rooms. 当初これを始めた時はまだ Skype のカンファレンスルームという機能がなかった時代だったんです。And so now you have the opportunity to have all the partners meet in an electronic conference room where you can at least talk to each other and perhaps even see each other.でも今ですとその仲間でつながってそのでオンラインでこう会議室みたいになりますよね。そういうところで集まってシェアリングができますね。I would say that in terms of the effectiveness of finding similarities and accelerating the pace of your development, email is about the slowest. 共通項を見出して知覚の拡大の能力を促進するという意味ではメールのやり取りが一番ゆっくりしたやり方ですよね。Telephone or electronic conference is a faster way because now there's some interactive discussion. 電話やオンラインは相互作用がありますのでより早いです。The most effective is sitting in the same room face to face so you can actually have a conversation. 一番手っ取り早いのはこうした対面です。Primarily because since we each have our own interpreter, we each have our own perspective, a lot of things, a lot of the details of our experience will at first look like they are not similar to our partner. なんでかっていうと、私たちはそれぞれ特有の解釈者がいて、特有の知覚をしているわけなので、一見して最初は相手とは共通項がないように感じてしまうんですね。But in a face-to-face discussion, you may realize that what you perceived as a small black dog and someone else perceived as a dark-colored walrus were actually both the same animal. They're both an animal and they were both participating in the same kind of activity.And begin to see that your own interpreters have just colored the information in a different way. なので例えばなんですけど、一人の人が黒い子犬と人と知覚したものが、相手には灰色がかかったアザラシに見えたこともあるんですけれども、結局のところ何か同じものを違った風に知覚したんだということが分かったりします。So I think the fastest development of your perceptual abilities will occur in partner explorations in which you get together as a group in the same room face to face to discuss your similarities and differences, just like we will here in this workshop. なのでこのワークショップの時みたいに直接交流できるような対面が一番理想的なんです。Questions?質問ありますか？コメントでもいいですよ。皆さん、質問がないので楽ですね。皆さんがいてます。次のセクションに入る前にちょっとした休憩があってもいいかなと思うんですけど、いかがですか？はい、ということでブルース・モーエンさんのですね、レベル2の、ワークショップの模様をお送りいたしました。なかなかっていうか、これ結構おいしい、あのね、行ってない人としてはちょっとおいしい内容だったと思うんですよ。で、まあ、もしね、興味ある方はですね、
今日もあるんですけど、ね、今日五反田でねありますし、ブルースモエントレーナー協会のとこちょっと見ていただければと思うんですけどね。はい、はい、こちらですね、 BM トレーナー協会さんですね。こちら検索していただければと思うんですけどね。はい、よし、ちょっと、はいはい、こちらですね、こちら、はい、ということで今日もね来日しておりますし、まあ今週予定としてはですね、あ、ちょっとすみませんね、レベル1というのはですね、あのこれ本当はね日本国内でよくやられてるんですけど、まあ、日本人トレーナーから受けるって手もあるんですが、まあ、今回はね来日している、ブルース・モーエンさんから受けられるということでね、レベル1が8月の8、9、10、つまり土曜日、日曜日、月曜日と、でレベル2が11、12、これは火曜日と水曜日ですね。はい、であと、ちょっと休んで、15日、16日、17、18と、レベル3、あ、4日間なのかな、あ、3日間かなこれ。3日間だよな。多分3日間だと思うんですけど。はい。レベル3があります。で、レベル3、ね、去年やらなかったので、また久しぶりなんですけどね。あの、ぜひ、まあ、まとめて受けたいという方はね、あの、受けてみる手もあるかもしれませんね。はい。ということで、BM トレーナー協会さんの方で、今日書いてありますね。あ、あと今日の金曜日の夜、6時半からですね、五反田の方でですね、ブルース・モエンさんと坂本雅道さんの、講演会がございますのでね、よかったら来ていただければと思うんですけどね。ね、時間、すいません。時間がね、こちらですね、時間が6時半からですね、はい、受付は6時間なんですけど、五反田アリエル会議室アネックス A 会場でお送りいたします。これは5000円の参加料ということですね。はい、ぜひまた見ていただければと、来ていただければと思います。はい、ということで、ブルース・モエンさんの映像をお送りいたしました。今日もどうもありがとうございました。はい、こういう、よいしょ、はい、いろいろやってますけど、ね、ああ、はいはいはい、クーさん、T さん、仕事の世界証明、完全証明をヘミシングできたと思います。ああ、そうですね。あの、ブルース・モーエンさんはですね、あのヘミシングの、誰だっけ、名前出てこなくなっちゃった、まあ、創始者の方とすごく仲いいので、仲いいというかね、一緒に活動した方なんでね。はい、ということで、あのモンロー研究所、モンローさんね、ドボアート・モンローさんとも仲いいので、仲いい方なんで、あの一緒にやってた方ですからね。はい、結構近くに住んでたんじゃないかな。今はちょっと分かんないんですけどね、うん、あ、今はフロリダか、うん、はい、ということでまたお会いできればと思います。それではさよなら。
食べちゃった。今日は眠たいです。